てらっしゃい、みつばのお出ましだ。
Yeah.
西川家の元メイド園部志乃と申します。いつも元気いっぱいの16歳、ついでにいいか、まあ嘘なんですけれど、うふふ。陰謀を企てるのが趣味なもので、人の不幸を噛んで成長する妖怪の類だと思われているみたいです。まああながち外れてはいませんけれど、こんな私ですが今後ともよしなにお願いいたします。それでは鬼滅の花園にてお待ちしております。ただ面白おかしく生きていたいだけなの、邪魔するものは激たく、わけあり女子高生を頼めてたいだけなの、わかりきつつ従順完了。むふふ、もうそうよりもおかしい現実、これぞ人生、嫌がる乙女たちの来たこてこまでかもしょ、超充実したイベント揃えています、ご満足していただけました、明日もお越しくださいませ。
の柔な光でも食パン食われて曲がり角で君にぶつかる夢も見てる。おさまさんさんランデブー幸せいっぱいランチタイム満たされた気持ちエブリデイハイ嬉しいことがあっても悲しいことがあってもモリモリ元気でいこういつもの場所でみんなを待ってる友達と一緒がいいね満腹中枢崩壊空腹は感じなどれ待ちに待った昼食小さな弁当炭水化物で興奮食べきれないならちょうだい母超幸せ緊急招集拡散満腹で狂気の勝利悩み事なら速攻で夢も見てた「春は去る際」
とずっと絶対的ミルクが捕まえて離さないから全開だよ私のミルクは外しないってちょっとでも他の子見てる隙も与えないからツッコんでしょ私に照れてるのに可愛いなどっかを弾いたらもうその気持ち大事にしてね私だけの君でしょI'm not afraid to die.
嫌いなわけ。
時もあるけど勝つわよ。
こんにちは、園部篠と申します。西川家の元メイドです。腹黒委員長、貧乏毎日パンの耳、胃袋ブラックホール、三者三様の人生、ほんと面白い、素敵ですよね。お聞きください、グーチョキパレード、じゃんけんぽん。中身が甘い、
星になれるんだ。気づいていないけど輝けるんだ。心の熱燃やし続けたなら、いつの日か光を放つことができるよ。きっとこんにちはめぐないで、みんなが持ってる魔法を一生で一番の何かが見える。出会えるよめぐない。
らべき発見だんだんと階段登るような気持ち手に手を取れば空も飛べるはず昔の歌で誰かいてたねだから一緒に白白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